マイナンバーカードとの一体化のため、来年秋に今の健康保険証を廃止する政府の方針をめぐり、公明党の山口代表が、岸田総理大臣には国民の安心感に結びつくものを考えてほしいと述べました。目処を決めた方針についてどうするのか、国民に対して見通しの良さというもの、それが安心感に結びつく、そういうものを総理として考えていただきたいと。札幌市で山口代表はマイナカードの利便性と安全性が確保されている実例をもっと丁寧に説明していく必要があるとした上で、政府に対しトラブル防止や正しい姿に直すことをしっかりやってほしいと求めました。またこの後の北海道内での会合では衆議院の解散総選挙に触れ、早ければこの秋にもあるというのが共通認識ではないかと述べました。